ございます。おはようみんな。10時まで。ちょっと待って。散歩したって。今日散歩しちゃらんよ。今日は早起きできたなって思うやろって思うやろ。全然早起きしてないです。今日昨日もさ、結局さ寝るの2時ぐらいになって、そう2時くらいになっちゃったので、結局早起きしてないです。そうやね。おはよう。けどね、今日ね8時20分に起きたってよ。そう20分に起きて、もうショールーム今日余裕やんっても言ったらさ、やっぱりね今日はね8時45分ぐらいまで寝てしまって、ゴロゴロしちゃったら寝ちゃって、でそうそうですね、だから15分とか10分前くらいにちゃんと起き上がった。そう、もうなんかさ2分前とかに昨日起きちゃったから、10分前15分前に起きれたらもう余裕って思っちゃう。夜型になりつつあるのか。朝型がいいですよ、やっぱ皆さん。やす1983さん、くまちゃんありがとう。ブラボーもありがとう。その時間に起きてよく二度寝したの。そう。二度寝しちゃったよ。いや、朝のさ、ゴロゴロってさ、寝ちゃうよね、普通に。え、5時からあゆさんすごっ、尊敬する。5時とかもう爆睡すぎて絶対起きれん。トマさん、くまちゃんありがとう。11時半、健康的いいね。3時まで起きちゃった。何ゲームしちゃったと。何、そうソラ活、皆さん今日もしてくださいね、ぜひ。あと昨日はなんかちょっと昼寝しちゃったからね。カズ兄さん、タコさんありがとう。朝5時から起きてる。朝5時からもう起きて4時間じゃん、すごいね。朝は30分出らん。5時起き？ああ野球ね、高校野球。今さっき起きた。一緒。おはよう。そういうのは今日もお昼寝コースやなって。お昼寝か。黒曜さん、レインボースターありがとう。インスタに載せたマンゴー、嬉しい。
なんて調べたら出る？マンゴー？なんて調べたら出るんですか？お、やったぜ。今日はあのインスタじゃなかった、今日はスマホが 100% 充電されてました。やった、嬉しい。オフィス様買ってくる、ありがとう。皆さん3週よろしくお願いします。カウントも忘れずに。今日も1枠と2枠頭10分しかもない PM。 さあお昼寝するから早く寝ないんじゃない。まあそれはあるね、うん、切磋琢磨さんかな。ひらがな？全部ひらがな？せっさたくま 1.何？ローマ字？ちょっと待って、ローマ字にしたらどうなると？待って。せっさたくま。せっさたくま。たくま。1点。え？タクム、待って合ってる？今日は一日お休みなのでオンライン話し会の申し込み進めようと思ってます。嬉しい。せさたくま、あ、1も入れるっちゃろ。え、出てこんよ。なでなでコント、鍵アカ、なんだろう。今日はお仕事なので昼間は目を盗んでブラインドタッチで星投げしまして、嬉しい。おはよう。え、全然出てこない。せっさたくま1。ドットもいる？ドットはいらん。出てこない。うん。おはよう。あ、マンゴーって。マンゴー。ハッシュタグマンゴーつけちょ。マンゴーね。ランランラン。いやでもマンゴー多すぎてな、見つけれんな。これきっとマンゴーっていっぱいあるんですよね。みんな食べてくれるから。ドゥルルルドゥ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 、ないぞ。おはようみんな。あ、なんだ、マンゴーはつけちょらん。じゃあむずいわ。755で教えて。あ、マンゴーアイス、なるほど。おいしそう。みんなは朝から元気してますか？マンゴー多いなんて、みんなソラ活頑張ってるよね。ほんとよ。みんなソラ活してください。
今日もお昼ご飯に迷ったらチキン南蛮を食べるとか辛麺食べちゃうとかいいと思いますよ。今朝8時からやったら俺も寝坊してた。イエイ、お揃い。サーロン元気ですかって、めっちゃ元気ですよ。そらかつしてください。アメリカンドッグ、おー、アメリカンドッグってあれよね、ソーセージ入ったパンよね。いいね。じゃあみんなの朝食教えてください。おはよう。たこ焼き？お昼ご飯？いいね、たこ焼き。宮崎黒豚で野菜炒めはそらかつになる。なるなる。宮崎県産やったらなる、もちろんなる。黒豚ってさ、鹿児島じゃない？宮崎の。嬉しい、なるよ、宮崎県産のもの食べれば。うどん作る、いいね。智弁和歌山が準々決勝に出る。おお、有名ね。朝はぼーっとしちゃうね。週刊レポートだ。画面を見ている時間が 19% 減りました。だってやった。おはよう。俺にはマキシマムがあったわ。マキシマム使ってそらかつする。そうね、もうヒデトさん迷ったら、もう何もなかったらマキシマムを食べ物にかければいいよ。今日の朝ごはんはコーヒーとバナナとオールドファッションと焼きそば。すごいすごい、朝から元気、いいね。千葉和歌山さん強いよね。なんか名前よく聞くから強いってのは分かる。おはよう。ねえ、本当に寂しい。私も寂しいよ。だって同期だもん。めっちゃいい天気なのに一回背伸びしなきゃ。そうね、確かに大事だね。涙が出る。何、今から淀川のカブトムシクワガタ店行ってくる。え、すご。子供たちとかな。夏休みやね。行ってらっしゃい、楽しんできて。ねえ、そう、今ね、野球選手もコロナ多いからね。
外はセミ鳴いてる。もちろん鳴いてます。毎日鳴いてます。サロンの朝は軽く体操しないのって。サロンの朝はやりますよ。いや体操でもないけど、決まったことがあってそれやったり、お散歩したり。最近はお散歩してないですけど、朝散歩は最近もうしてないですね。 CM で流れちゃったからいいね。星投げました、ありがとう、嬉しい。うん、そう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 、ストレッチ、そうそうそう、そういう感じ。まあよ、外を見て、外を見て軽く動いてる。いいやん、健康的。サーロン、コーラ好き。コーラあんまり好きじゃない。あんまり好きじゃないっていうか、まあ飲めば美味しいって思うけど、コーラ選んで買ってまでは飲む。自分で。あったら飲むぐらい。でもコーラずっと飲んでないな。ドマさん、タコさんありがとう。サーの朝シャワー浴びることあるって。お散歩行ったら浴びるかな。そうね、そうね。ピューロランドもミツホの卒業イベントもあるのでね、皆さん気をつけましょうね。ヤス1983さん、かわいい、ありがとう。ドリンクバーやと何飲むって。ドリンクバーやと、前はね、あれ飲みよったよ。ドリンクバーは、メロンソーダ。メロンソーダ。メロンソーダ。ドリンクバーやなかったら、メロンソーダか、オレンジジュース。宮崎もコロナだいぶ増えてんの。そう、宮崎県もね、めっちゃ多くて、なんかね、もう本当にここ東京ってぐらいになんか2000人とか行ったりしますね。1000人とか。メロンソーダ美味しい。うん、クリームメロンソーダめっちゃ美味しいよね。アイス乗ってるやつ。メロンソーダ好きですね。でも今はもうお水とルイボスティーが好き。死ぬまでに宮崎行きたいなって。いや、もうそんなことを言わず、世界落ち着いたらすぐ来てください。うん、そう、メロンソーダとオレンジジュースが好きやね。じゃあマックのジュースは？私はオレンジジュースです、迷わず。前はね、なんかオレンジジュースとか野菜ジュースとか、なんかいろいろ選びよったけど、マックはオレンジジュースですね。
え、鹿児島もすごいよね、びっくり。3000人ぐらいおらん？最近ルイボスティーにハマって飲んでます。嬉しい。私の影響ですか？嬉しい。あ、待って、マックシェイクめっちゃ好き。マックシェイクはめっちゃ好きよ。うん、マックシェイクはなんならマックシェイクだけそう買ったりしますよね。そうそう。宮崎のフルーツで作ったジュースってめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しいです。うん、絶対美味しいわ。ソラノンの影響です。最高。ソラカツですね、それは。マクドでは野菜生活美味しいよね。でもさ、なんか野菜生活、なんか野菜生活はあの何、紙パックで飲みたいんですよね。紙パックで。そう、今日はエセ画伯はお見えじゃないんですねって画伯言われちゃった。この配信ではやりませんね。豆乳は飲めるのって。あ、豆乳はね、味付き豆乳なら今飲めますよ。最近はプリン味と蜂蜜味がめっちゃ好きで飲んでます。昨日プリン味の豆乳飲んだよ。え、神戸9000人？待って待って、神戸で9000人やばくない？東京じゃん。やばいね。サーノは服には嬉しい。インスタ見てくれた？野菜生活なんて紙コップでも一緒じゃないのって。なんかさ、やっぱさ、あ、紙パックに入っちゃって美味しいよね。美味しいです。え、神戸が9000人じゃなくて兵庫が9000人ってこと？そういうこと？福岡1万2000人やばいって。やばいって。だって全国で十何万人おるっちゃろ。大阪やばいよね。2万人ぐらいおらん？ 3 万人いった？もう、あ、841人。いいね。なんかまだ羨ましいわ。もうなんか1000人とか2000人とか言われたら怖いもん。うん、怖い。兵庫が9000人やばいって。やばいね。9000人か。皆さん星投げたカウントお願いしますね。3週、はい、1時間配信あるので。うん、そう、詳しい人数は気にしてない？どんな対策してもダメなのかな。でもなんか手洗いうがいと何マスクはめちゃくちゃなんか重要っていうね。それ知ってればなんかめちゃくちゃ対策できるっていうけど、
でもね、本当にね、ちょっとしたことですぐ感染しちゃうよ。うん、多分。カラスのカコさん、ハートありがとう。うん。基本的なやつしかないよね。わさっぴさん、やっほー。そうね、人が多いとこに行かない。確かにそれはある。あー確かにね、無症状の方多そうだよね。おはようグループだったって。おはようグループ嬉しい。使いこなしてるやん。わさびさん、タコさん、ありがとう。こんちゃび、こんちゃび。うわー大変だよね。そうだよね。だってさ、おじいちゃんおばあちゃんってさね、大変やん。特になっちゃったらね、わかります。それはおじいちゃんおばあちゃんに、なんかさ、おじいちゃんおばあちゃんに会いづらいって、会いづらくなっちゃうやん、自然と。一緒に住んじゃらんかったら、うん、なんか寂しいよね。 N95 のマスクいい？そうやっちゃう。どのマスク？マクドのマックフィズレッドエナジー、何味？ガスマスクぐらいじゃないと効果ないと。ダメやん。でも私は東京行くときてか移動するとき、移動するときはマスクを二重にするようにしてます。はい、マスク二重にしてます。やっぱさ、飛行機とかさね、怖いやん。なんか飛行機ってね、でもね、結構優秀で、なんか3分に1回空気が変わるらしくて、そう、3分に1回ね、機内の空気が全部変わるんやって。けどちょっと怖いから、そう、なんかお隣さんめったにおらんけど、お隣さんおったりすると怖いやん。隣の隣とかおったりするし、この間も1年ぶりっていうぐらいにお隣にもおったし、そう、怖いから2枚つけますね。確かにガスマスクはね、確かに熱中症なりそう。確かに確かに。うん、そうなんですよね。うん、そう、二重マスク大事だよ。新幹線はずっと車内の空気を入れ替える。うん、マネキは職場で感染者がたくさん出てメンタルがやられている。かからなくても病んじゃう。そうだよね。ソラノの隣に座ってみたい。なぜ？飛行機で2人組がお菓子食べててマスク外して食べてた時は下ろしてくれと思ったわって。ああ、
食べ物なんかね、私はなんか食べたりするときは食べて口に入れてマスクしての繰り返ししますね。やっぱ怖いのね、どこにいても、周りに人がおらん場所、部屋の中とかやったら普通に外して食べるけど、そこも難しいよね。喋らなかったらいいけど、めっちゃ喋るね。あー、ちょっと怖いね。怖いって思っちゃうよね。でもマスクね超悪影響だよ。違う、感染対策にはめっちゃ大事ですし、マスクはすごい今必需品やっちゃけど、あのね、マスクね、やっぱ毎日するやん。外出るってなったら毎日するやんか。あのね、顔荒れるよね、マスク荒れ。この辺とこの辺マスク荒れしちゃうから、つらみ、つらいですね。そう、炎天下のマスクつらいよね。確かに運動中のマスクもつらくない？不織布マスクでアレルギーを起こす。そう、空の名前って飛行機とイメージぴったり。空の、確かに、そうなんですよ。アロエって聞くと、そう、もう本当にやだ。しかもさ、後になっちゃうやん。でも確かに適度にね、人が全然おらんところね、本当に全くおらんとこやったらね、外したりするのも熱中症対策ね、大事だよね。そう、なんか熱中症対策とコロナ対策2つせんといかんっていうのが大変よね。保湿クリーム、確かに。リップしてマスクしてても落ちないの。いや、リップのね、種類によるね、それは。あきのこの山さん、やっほー。そうですね。うちは結構な頻度で検査してるの。あ、結構やりますね。結構やりますね。カラスのカッコさん、花束ありがとう。嬉しいよ。こっちはあれやん。先週の画面を見ている時間は平均39分でしたって。やった。先週の画面を見ている。1日ってこと？ 39 分だって短っ。そうなんですね。そうだよ、みんな本当に気をつけてください。気をつけてくださいねじゃないね、気をつけましょうね。どこでなってもおかしくないし、ね。あきのこの山さん、
タコさんありがとう。そうそう、私はまだ後遺症も治ってないのでね、もうすぐ1年経つ。そう、私そうね、8月の4日からそう、あの味覚と嗅覚1年前のね失って、そこから治りかけたけど、そこからまたさらにひどくなったので、さらに1日の歩数平均、待って、歩数平均は分からんけど、歩くときは1万歩超える日もあるし、全然歩かんときは普通に何千歩とかですね。そうやな、そう、一昨日とか2118歩、21日すごい、8840歩、20日は6197歩、その前の日は多分お家におったっちゃるな、513歩、その前の日は7638歩、17日は6120歩、16日は147歩、お誕生日は2993歩でした。そう、2100歩はもうそこら辺ちょっと歩いただけじゃない？またソロノンが鳴ったらと思ったら本当に心配するから気をつけるの、ありがとう。そう、味覚と嗅覚本当辛いよみんな。うん。ああ全然いいよ、ありがとう。そう、そう歩数計入れてます。そう。そうだよみんな、味覚と嗅覚ね、本当に辛いよみんな。そう、だって大好きなもの食べれんくて、そう決まった種類のものしか、そう食べられないし、そうめっちゃその分偏りが出てくるし、まあ、食べれたとしても100美味しいってわけじゃないし、うん、最近はそうですね、甘いものが食べれるので悪影響っていうのありますね。そうだって、うん、そうね、今日毎日歩いてる。そうね、そうね、食べるの好きやから味覚なくなったら大変。そうよね、最初はそうよ。サラのおはようって、飛行機さんおはよう、おでこちゃんか、イエーイ。サラの話聞いてるから結構短いになっても気づけようと思、気をつけようと思ってる、えらい。そう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 ね、美味しい食べ物実感できないのつらいよね。お薬でもなかなか良くない、あの 薬とかないらしいです。うん、そう、なんか治す方法ないらしい、ちゃんとした。うん、そういうのが早く治りますようにって毎日乗ってる、優しい。そう、なんか病院は通ってるっちゃけど、正直なところ、でもね、なんかね治す方法はちゃんとないらしい。なんか4種類の香りを嗅ぐっていうやつを今やってるっちゃけど、めっちゃ辛いよ本当に。なんかね、クローブとユーカリとバラとレモンを毎日10秒にセット香るみたいな、
あるっちゃけど、あのね、クローブとユーカリがね、まあ嫌な匂いですね。うん、すんごい嫌な香りがする。クローブとユーカリのアロマを頼んだんですよ。なんかどこ行ってもなくて、だからアマゾンで調べて買いました。そうそう、何、こいつアプリで集めて研究が始まるらしい。本当？大腸検査？うわー怖いね。確かにアメリカの薬をね、確かにそうだよね。なんか日本ではまだ何、日本ではまだ認められちょらん、何あれ、治し方みたいなのはあるらしいけど、日本ではまだ認められてないのでできないですけどみたいな。怖いよね。やばい、私は寒いのかもしれない。めちゃくちゃ鳥肌が立っておる。新薬ってやつ、そう。五感は本当に辛い。私も最近突発性何？研究って何年もかかるものだから、いつ臨床試験まで行くのかわかんない。ああ。確かにアマゾン。アマゾンね、今回ね。あれ、今回アマゾン箱やったっけ、袋やったかもしれん。うん、袋やったかもな。箱やなかった気がするな。え、突発性難聴ってさ、めっちゃ辛いやつやん。そうやってさ、治らんと。なんかさ、アーティストさんにもさ、おるよね。うん、ね、心配だよ。どうも剛さんね、とかリトグリの卒業される方もそうよね。宮崎は今日暑いのって。宮崎はですね、毎日暑いですよ。毎日暑いです。歌が歌えなくなったもんね、つらい。治んないの？治す方法ないんやろか。いててねえ、毎日つらいのにありがとね、本当に。なあ、喘息ね、確かに。喘息持ちの方も辛いよね。うん、なんだっけ、吸引器とか持ちなんていう感じだろ。おはよう。起きた？おはよう。まだ空の目覚めないのって。いや、目は覚めてます。朝はこんな感じ。
右側日焼けしそう、嘘。どうしよう。どうしよう。いや、焼けんわ、多分これじゃ。カズ兄さん、ファイトって。ありがとう。わあ、つらいね。気管支炎。気管支炎、つらいね。色白？嬉しい。でも最近ね、ちょっとね、焼けちゃった。うん。腕が焼けた、最近。やばい。なんか、眠くないけど眠い。二代目？その太陽光が朝っぽいし、いい感じに映えてるからいい。よっしゃ。カーテンとかないもん、帰って。帰って、カーテンね、一枚やってますよ。あと一つは開けてます、朝なんで。サウナは体のここが弱いとかあるって。ないね。ないです。ないですね。ないね。ないですね。ちょっと前に、ちょっと前っていうかあれいつかな、ちょっと前って言ってもあれ結構前やけど、ちょっと前に新スプリントなったぐらい。喘息は寝ても起きても来るし、うわー、朝空のめっちゃ爽やか、イエーイ。爽やか空のに毎日会いに来てください。うん。吸入、吸入器、吸引器。うんうんうん。そうね、大変だよね。元気です。空の間、黒曜さん、かわいい、ありがとう。朝空のずっと拝んでいたいから待ち受けにしたい。ぜひ、いいよ、待ち受けにして。どんなポーズしてほしいとかある？え、ゆいさんも？すごい、大変じゃん。でもすごいよね。そう考えたら、それが本当だったら。リボンさん、ダンス、だるまさん、ありがとう。おはよう。そよ風もあってすごく爽やか、うれしい。はあ、え、待って、大人になって喘息なることあると？つらすぎん？ポーズ指定していいや、いいよ、いいよ、ポーズ指定して。縁起ありそうな大仏ポーズ、やだ、怖い、なんか怖い怖い。
ヤス1983さん、レインボースターありがとう。20代で喘息。待って、20代でも喘息になるんだ。やだな、怖いな。え、喘息ってさ、ある日突然なる？おはよう。通り逃した。よっしゃ。突然か。どんな感じになるんやっけ。なんか最近周りにいないですね。うん。よし、1983さん、レインボースターありがとう。他に演技良さそうなポーズないね。なさそう。インフルエンザにかかった後喘息になりました。待って、そんなことある？職場到着、みんなで見てる。え、めっちゃいい会社、嬉しい、ありがとうございます。今日も一日頑張るぞもうこれ朝礼、これ朝礼。うん、泣いてすぐ諦めんといてやって。親の幸せがかかってる、うん、と言われても。だってさ、四つ葉のクローバーが絶対演技いいけどできんもん。四つ葉のクローバーなんて二つ低下してじゃん。イエイ。変だよね。なんか小さい頃周りにおったな、喘息持ちの子何人かおったな。四つ葉のクローバーってどうやったら一人でできる？まあ、いや、なんか変よね。いや、難しいんで。幸せになりそうなポーズ調べとく。まあそうしてください。トカチンさん、ハートありがとう。あ、大人になってかかることもあるし治ることもあるってこと？全部ある日突然かな。自分の右側と左側の顔どっちが好き？えっとねこれあるよ。自分の、待ってどっちやったかな。あ、そう自分のね、左が好き。うん、左が好きです。そうですね、左が好きですね。四つ葉のクローバースクショできた？なんちゃって四つ葉のクローバーやけどね。あと5分、ありがとう。じゃあランキングをそろそろ読んでいきたいと思います。はい、右から見よう。やだ、こっちが好き。それではランキング読んでいきたいと思います。13位、あっくんは広島県民さん、ありがとうございます。12位、フォレスト系男子さん、ありがとうございます。
11位ピンクのクマさんありがとうございます。10位ヒデトさんありがとうございます。9位シロタンさん、待って、シロタン白谷ミッキーさんありがとうございます。8位チッチアットマーク 35JB 白谷ミッキー推しさんありがとうございます。7位あきのこの山さんありがとうございます。6位わさっぺさんありがとうございます。あーおーっと10位ひでとさんありがとうございます。7位あきのこの山さんありがとうございます。6位カラスのかーこさんありがとうございます。5位わさっぺさんありがとうございます。4位ドマさんありがとうございます。3位カズニーさんありがとうございます。そして2位は黒曜さんありがとうございます。1位はヤス1983さんでした。ありがとうございます。はい、右も左も後ろもいいと思います。見てんのかな。ありがとう。はい、ご飯右で噛むのかなって。両方噛むけど、右利きやからね、手がまず。はーい、それでは皆さん今日も見てくださってありがとうございました。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんぽい、チョキです。チョキ、トカチンさんお花ありがとう。やっぱりって、あさっぴさん。それでは皆さん今日もありがとうございます。次はお昼配信、あ、今日の日程はねこちらとなっておりまして、次は12時から1時、その後は17時から18時になっております。3時間コースです。はい、次の捨て星は11時15分で開始が12時になりますので、皆さんお忘れなく、よろしくお願いします。捨て星もして参集していただけたら嬉しいです。12時、捨て星は11時15分です。皆さん SMS 認証よろしくお願いします。ノンフィクションドキュメンタリー番組みたいな全校好き、嬉しい。じゃあ皆さん見てくださってありがとうございました。じゃあ次はお昼にお会いしましょう。12時ですね。みんな今日も頑張ろうね。はーい、じゃあ皆さんありがとうございました。 Have a nice day。